このビデオではカラー選択で配色パターンを活用する方法を紹介します。Cinema4D のカラー選択にはカラーホイールがあり補色や同系色などのパターンを簡単に作成できますがデザイン系の仕事では特定の配色パターンを使いたい時がよくあります。例えば AdobeColor のサイトではトレンドの配色を見つけたりテーマに合わせた配色パターンを見つけることができます。ここでは、 トラベルというキーワーワドで検索してみますではこの飛行機の画像のパターンを選択してみましょうこの配色には16進数によるカラーコードが表示されクリックするとコードをコピーできます Cinema4D に戻りカラー選択を選んで縦に並んだ格好をクリックするといろいろな方法で色が選択できますこのシャープをクリックします。16進数コードモードドモになるので ペーストトすす。るとサイでで選んだ色が設定できますもちろん一つ一つコピーペーストしてもいいのですがまとめて配色パターンを簡単に作る方法がありますアドビカラーでは配色パターンを画像として保存できるので Cinema4D で読み込めるように JPEG で保存します次にカラー選択で格好を選び画像のアイコンをクリックすると画像が読み込めるようになりますあとはダウンロードした画像を読み込みます 表示サイズが大きい場合はマウスホイールで変更できますがうまくいかない時は一旦画像アイコンをクリックして閉じてからもう一度開き直すとホイールでサイズ変更ができますあとは色を抽出したいところにチップを移動するだけですプラスアイコンを押すとチップが増やせます今回は5色あるので5つチップを作って配色セットを作成します 配色セットができたらフォルダアイコンをクリックするとこの配色セットがカラースウォッチとして保存されますあとは自由に組み合わせてマテリアルの色を設定するだけです作成したカラースウォッチはパレットを保存ボタンでプリセットとしてアセットブラウザーに登録できるので。 他のシーンで活用もできます。ご覧いただきありがとうございます。気に入ったらコメントやチャンネル登録をお願いします。